黒森美奈夫です。私のブログやチャンネルに時々そしてしつこく書き込まれる話の一つに、トランプこそディープステートだろう、そんなこともわからないのかというのがあります。その人たちの言うことはですね、トランプはロックフェラーの手先だというもの、あるいはロスチャイルドの手先だというもの、この2つがありますね。どちらもお金の力で地球上を支配している大勢力なんですけれども、その方向は違うと言われていまして、その違う2つのものがどちらもトランプさんの雇い主だということなんかあるんでしょうか。どっちなんだいって話ですけどね。ロックフェラーの手先説を唱えているのが添島なんとかという人、ロスチャイルドの手先説を唱えているのが林なんとかという人らしいです。こういう説を唱える人っていうのは、トランプとここがつながってる記録があるとか、資料があるとか、経営的にバックアップを受けた過去があるとか、そういうのを根拠に言うみたいですけど、そりゃトランプさんは実業の世界のトップで、浮いたり沈んだりしながら何十年も活動してきた人なわけで、ロックフェラー、ロスチャイルド、モルガンあたりとつながりがない方がおかしいです。日本で言えば三井、住友、安田と無関係な財界人がいるかってことですよ。さらにトランプさんの場合、ホテル業ですからね。毎日のようにイベントやパーティーがあるわけで、結果的にアメリカのほぼ全てのセレブと出会いますし、そんな中にはクズもいます。そういうのと親しくなくても接点ぐらいはあるでしょうし、笑顔で写真に収まることもあったでしょう。逆に誰からでも愛される人気者とも親しかったりするわけですけど、例えばマイケル・ジャクソンさんとかね、そういう人と仲良かった話はほとんど出てこない。もしもマイケルが今でも健在だったら、トランプさんは今ほど悪者扱いはされなかったと思いますよ。本当に残念だなと思います。しかしね、トランプさんがディープステートの手先だとすると、あまりにも辻褄が合わないことばっかりなんですけど、手先説を唱える人ってその辺おかしいと思わないんでしょうかね。不合理だと思わないんでしょうか。だって今世の中にディープステートって言葉や概念がこれほど浸透しているのって、そもそもトランプさんがそれを広めたからでしょ。ディープステートはそれこそ深いところに潜んでいたい人たちなんですから、手先がそれを宣伝するわけないでしょう。言わなくてもいいことを言い続けるはずがありません。またトランプさん側からしたら、やつらの手先になって何のメリットがあるのかって話です。メリットどころか損ばかりじゃないですか。大統領になってから今までの間に資産は千数百億円も目減りしてるし、バイデンは1年のうち4割はお休みなのに、トランプさんはほとんど休みなしで動き続けているし、弾劾裁判を2回も起こされるし、重罪犯として犯罪王アル・カポネよりもたくさん起訴されて、 PO113585809 なんていう逮捕者番号をつけられるし、女に乱暴しただの、不倫しただの、名誉毀損だので有罪にされて、巨額の賠償金請求されて、70代後半でここまで名誉を傷つけられる仕打ちに遭ってるのに、それでもまだやつらの手先でいるって本当にそう思ってる人がいるなら、その人はその脳みそを入れ替えた方がいいです。入れ替えたら分かりますよ。こんなことをされるのは手先どころか、それと戦ってる人だからってことが。こういう話する人は林さんとかね、考え方が古いんですよ。あの人たちは社会の表舞台に浮かんでくる名前をつなげていけば世の中を語れると思ってる。だから時々とんでもないことを言い出します。無田口蓮也を再評価しようとかね。そうじゃないんですよ。英語にはキャスト・オブ・サウザンズって言葉があるけど、無数の登場人物というか、この世の中というドラマを作っているのはそこにいるみんななんだという意味ですね。実際の世の中というのは一人のヒーローや英雄、豪傑が動かすんじゃなくて、人々が動かすんです。もう21世紀ですよ。三国志とか信長の野望の世界じゃないです。私のチャンネルには多くの人が登場します。名前も知らない一般人の発言も出てきます。だって世の中はその人たちが動かしてるんですから。マクロンがどうの、トルドーがどうのなんてどうでもいいんですよ。私たちはトランプさんすごいな、本物だなと思うのは、常に多くの人がそこにいるからですよね。トランプさん一人じゃない、多くの人たちと一緒にいるからすごいんです。
これがトランプムーブメントですよ。トランプがディープステートだと言っても何の意味もないです。そこにいる何千何万という人たちは誰一人ディープステートじゃないんですからね。トランプムーブメントはディープステートに反対するムーブメントです。そしてちゃんと民主主義を作ろうというそういう動きですよね。トランプさんはその象徴かもしれませんが、ムーブメントの本体は人々なんです。またお会いしましょう。黒森峰夫でした。